服や靴を身につけたまま水に入る体験会は、海や川に落ちた時の対処法を学んでもらおうと、広島市内のスイミングスクールで去年から行われています。水に落ちた時は声を出すと体が沈むため、動かずに力を抜いて浮くことが大切です。子どもたちはペットボトルやビニール袋を使って浮く方法も体験し、身を守るための知識を楽しく学んでいました。最初に浮かぶのが難しかった。力を入れてもどうしても体が浮くから、なんかビニール袋とか空気でも浮くんだなって分かった。